続きまして、フリージャーナリストのリー・シネさんから、リーさんがずっと怒られている、怒られている、そして今私たちと共有できるような議論をですね、きっとお話ししていただけると思いますので、よろしくお願いします。楽しみか。いつも私この挨拶からお話を始めさせていただいてるんですけど、今日はお話をいただいた時に最近あんまりなんか怒ってないんで来ても大丈夫かなと思ったんですけど、言ってる矢先から腹立つことが連続でバババババッとあったので今日はなんか5分で足りるのかなと思ってやってきました。でも怒ろうと思ってやってきたんですけど、さっき下から舞台を見た時にこのようなシンポジウムとかによく呼ばれるんですけど、団長が女性しかいないっていうことですごい嬉しい気分になりました。いつもなんかこうジェンダーとかいろんな反差別やっていうような講演会に行くんですけど、壇上にずらっと並んでる来賓とか男ばっかりなんですね。ほんで、会場見渡してもスーツ姿の人が居眠りしてたりとかいうことが多いんですけど、今日はすごい安心できる場所に来れたなと思っています。で先ほども千田先生のお話にあったんですけど、私は4月12日と5月11日に大阪で開催されたフラワーデモっていうものに参加してました。でそのフラワーデモは性暴力や、相次ぐ無罪判決に抗議する、で、性暴力を受けた人とかいろいろ思いを持ってる声を上げれない女性たちがお花とか花柄のものを持って集まろうっていう集会だったんですけど、なんかその集会に関してあれこれ言う男性の弁護士がすごく多かったです。で私も、そのデモの直前にいろいろ言われたんですけど、集会するのはいいけど怒るのはいいけど怒る方向をこういうふうにしなさいみたいな、意見とかあったんです。でね、なんかモヤモヤしてて、集会起こるまではあんまり怒らんとこうと思ったんですけど、帰ってきてからなんでそんだけモヤモヤするのかが分かったんです。私は好き勝手に怒りたいんです。それやのになんで知らん男にこういうふうに怒れって言われなあかんのみたいなのがあって、で帰ってきてからその、ツイッターなんですけど相手にボロクソ書きました。で、ちょっとはスッとしたんですけど、そういうような集会はまだ来月もあると思うので、そういう場所に集まって女性たちが自分たちの痛みを回復するための場所がこれからもどん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 広がってできていけばいいのになとは思ってますけど、まだ怒ってます。で、あと令和っていう言語ができたっていう騒動っていうかがあったんですけど、それも怒ってました。で、もう勝手にすればいいやんとか、私は私の時代を生きたいのに勝手にそんなにこの時代この時代とか決めんといてほしいわっていうのがあったんですけど、ある、女性グループ元女性グループの女性が、令和って言語が変わってすぐに結婚をしたことを発表して令和婚みたいなニュースが流れました。別にいつ結婚しても勝手なんですけど、その時の写真が、T シャツ姿でパートナーと写ってるんですけど、そこにひらがなで旦那と嫁って書いたんです。時代が変わったのに変わったって言って全然頭の中とか考え変わってないやんと思って、それもイライラってきたんですけど、なんかあんまり細かいことでイライラしてもいけないなと思いながら、まだまだイライラは続きます。ちょっと前に、ほんの数日前に丸山穂高という議員が、北方領土に関してすごい発言をして、それが問題になって、離党になって離職かになってるんですけど、北方領土がロシアの国だからこれだけ問題になったんですけど、日本の国会議員で、慰安婦問題に対して侮辱的な発言をする人、朝鮮半島中国に対してめちゃめちゃなことを言ってる人、戦争も上等だっていう人がいっぱいいるじゃないですか。で、これが発言がもしも朝鮮半島のこととかだったら、こんだけ怒りの声とか反対の声が起こったのかなと思って、ちょっとそれも怖いなと思いながら腹が立ちました。で、私は在日朝鮮人なので選挙権がないんです。で、選挙権がないのでその思いを伝えることができないんです。なので今度また夏も選挙があると思うんですけど、その際には皆さんぜひ持ってる一票を大切していただいて、差別をしない、ちゃんとこの国の未来を作る政治家に一票を投じていただけたらいいなと思います。
で、この前の選挙期間中は、私が裁判を起こした、在日特許を許さない市民の会の元会長の桜井誠氏が代表する日本第一党というのがあちこちで選挙活動をしてました。選挙活動と名ばかりのヘイトスピーチなんですけど、まあ、公職選挙法に守られてそういうのが垂れ流しにされてきました。で、選挙期間中はそれを見るのも聞くのも嫌で、で選挙で、まあ、活動してる友人もいるんですけど、まあ、近くにまた そいつらが来たとかいうことを聞くたびに胸が苦しくなってました。なので、まあ、そういう政治家をぜひ皆さんの力で落としていただければなと思います。あとまた後で、発言があると思うんですけど、来週の24日は家計フェミカ県費の裁判があって、私もそこには参加します。杉田水脈議員は LGBT の発言でもそうなんですけど、その前から議員になる前からなでしこアクションと連携して国会に、ジュネーブに行って、慰安婦問題のことをはじめ、アイヌの女性や糸数議員、元議員の方であるとか、在日の人たちが民族衣装をまとっているときにコスプレおばさんというような揶揄をしたり、そういうような発言を繰り返してました。でもうちょっと皆さん忘れてはるかもしれないんですけど、台湾の慰安婦像に蹴りを入れた男性のサポートもしてた人です。で、私慰安婦問題もずっと追っかけてるんですけど、日本軍慰安婦問題っていうのは普遍的な女性の人権の問題だと思ってるんです。そのことについても、まあ、大阪市とサンフランシスコ市が姉妹都市を解消するとかそういったこともありましたし、全然なんかいい方向には進んでないんですけど、女性の人権がその像には、記されているとか表されているっていうことをもっと知ってもらったり、慰安婦問題のことも今もまだ形を変えて日本の中にはそういうような性差別性暴力が残ってると思うので、そのことについても皆さんと怒りを共有しながら考えていけたらいいなと思ってます。で、私家でおしゃべりクソババアって言われてるのでしゃべりだしたら止まらないんですけど、去年の11月で、逮捕主訴法というネットの、差別まとめサイトとの裁判が終わりました。対大特会の裁判も終わって、2つの裁判が終わって半年経ってやっと肩の荷が下りてホッとしているところです。で、今日は入り口に私の代理人だった小滝、今日来てはるんですけど、小滝ひろこ先生と一緒に出した「黙らない女たち」っていう本を販売してます。複合差別って女性差別と民族差別の、私の場合は複合差別だったんですけど、そのことについても詳しく解説してますので、ぜひ皆さん手に取っていただけたらと思います。で、もう一冊、鶴橋安尿という、2013年の一番ヘイトスピーチがひどかった時を中心とした反差別との活動について書いた本も販売してます。そちらの本の表紙は隣にいる金明和さんがイラストを描いてくれました。赤ずきんさんっていうタイトルで、赤ずきんちゃんが大人になって座ってる絵なんですけど、私はその絵がすごい好きなんです。おっぱいは垂れてお腹も出てるんですけど、影になった部分が狼の形で狼を踏んづけてるんです。ああ、なんかそういうのが戦う女性っていうか、赤ずきんちゃんは成長したら狼を踏んづけれるようなのにはかっこいいと思って、その絵を見てとても教師に使ってもらってありがたいなと思ってます。で、まあ、裁判が終わって肩の荷が下りたんですけど、今日その2つの本を合計25冊持ってきてとても重かったです。やっと肩の荷が下りたのにめっちゃ肩が凝りました。会場にいる皆さんで私の肩の荷をもう一度下ろしていただければと思います。以上です。ありがとうございます。黙らない女たち共著者のお二人が会場にいらっしゃいますので、皆さんぜひ購入していただいてですね、サインをいただいてじっくりお家で読んでいただきたいなと思います。